2016年ズルトレーダーのバイナリーオプションにおいて、日本一から世界一になり1億円近く投資しておりました販売王先生です。2017年は第2位でした。第2位でした、世界。現在ズルトレーダーは FX 統一となってます。それでね、販売用先生のインジケーターなんですけれども、今利用試験しておりまして、なかなか稼ぐのは難しいんでね、こういう感じになっております。ここでね、私のインジケーターのシグナルからですね、だいたいね、タイとかちょっと設備が良くなったりするんですよ。そのサイクルを見て投資するんですけど、こちらデモでね、自動売買させまして、ライブで手入力でね、自動売買禁止ですから、ライブはね、こちらの方に打つというふうなことでやります。でね、今日今1本買ったんですけれども、前に6本ぐらいタイだったんで儲けないんですけれども、こちらでね、今調子悪い時なんですね。でね、またすごくいいなね、また良くなってきたかな。でね、こちらの方で上昇してきた時にいいとこのシグナルだけをね、だいたい勘で見て、こちらに、こちらのライブ投資で投資するとですね、手入力でね、こちらデモだで完全自動売買ですけれども、これで上がり下がりのね、状況を見計らって、でいい設定時でもなかなかタイぐらいになったりとかしますから、いつも上昇ということなくて結構難しいんでね、こちらで最初連続して3回ぐらいいろんな通貨国が出てきた時の最後の通貨はここで 見払った方が、回答がいいらしいですね。でそれを見て私こっち1本打ってみたんですよね。ただ勝てたんで、そういうふうなルールで投資したらいいんじゃないかと。こちらの方で成績がいい時ね、連続して投資3本ぐらいしたときに、その3本の最後で投資するといいんじゃないかなということですね。GBPLD 出てきましたね。こう圧倒的に勝っちゃったみたいですけどね。これ上ですよね。上にある、どうでしょうかね。これ見るとね、やたらと勝ってんですよね。これ3本勝ってるともうプラスですね。今日ね、今日立ち上げたのはばっかしなんですけどね、これね、こう8時か9時頃から始めたもんですからね、5日です、10月5日これからね、ミネラル水でシャワー浴びますのでね、洗濯機3つ買っちゃった、全自動洗濯機3つ買っちゃったんですよね。あ、2つ買っちゃったんですよね。それでどうかな、これはまだ下がるのかな。これで状況見て2つか。結構な難戦してるね。30分と35分なんですね。まあそんなことでね、これはライブ講座ですね。で、こちら5分のバイナルオプションの試験ですね。これやや勝ちそうですね。今日初めて。これは5分なんですよ。これは15分、15分なんですね。まあそんなことで試験してます。